はい、どうもタイガです。お疲れ様です。よし、準備しました。いやー、リゼロガチャ回します。名前もね、スバルくんにしたんで、レムもね、きっと来てくれるでしょう。というわけで、とりあえずね、チケットを、コラボのアバタマチケットと、コラボのアバタマチケット3つですね、買いまして、あとルビーちょっとだけ補充した感じですね。これで、早速ね、引いていきたいと思います。まあ、コラボとモリリで分かれてますけど、一応コラボの方からもね、トレガーは出るというわけで、まあ、サイクロガールは出ないだけですね。というわけでね、頑張って引いていきたいと思います。ちなみに、天井が設定されてるはずで、コラボのレムは 2%、いいですね。まあ、前回の、コラボも 2% でしたが、ちゃんと 2% で引けます。ただ全部で7回引かないと揃わないと、ちょっとめんどくさいですね。そして、ボーナスポイントで確か天井があると思います。だっと、150連でレム確定。そして300連か。300連でレム確定。というわけで、頑張ってね、300連まで回せれば、素晴らしいと。まあ、そんな簡単に回せんすけどね。はい。まあ、とりあえず、まあ、揃うかどうかわかりませんが、まあ、できるだけね、回したいと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきまーす。最初にまずじゃあ、100ルビー単発ゴー。いきなり当たってもいいけどね。まあ、なかなか当たんないよね。じゃあ、10連からやっていきましょうか。40連できるんでね、まずチケットで。やっていくぜ。頼むぜ、レム。さあ、シャーク、剣士。おぉ、トレガー当たっていく！ナイス！揃ってないですよ、まだ。嬉しいですね。まあ、トレガーは普通に、嬉しい。まあ、一番欲しいのはレムなんで、あれなんですけど。まあまあ、全然、トレガーもトレガーで嬉しいですね。トレガーの確率は 1% かな？多分。1% ですね。さあ、行きましょうか。レムリン、一気にぶち抜いてくれ。何枚抜くかわかんないけど、もう、10連でさ、2とか3とか一気に抜いてほしいんだよね。フランケンはいらんな。そんなフランケン2体出てなかったら本当にレムリン2体出てほしいんだけど、アリンコ3体目なんだけど。どういう確率？さあ次行きましょうか。まあ、そうそう当たんないですよね、なかなかね。でも 2% ってね、そんなに低くないはずなんで、で、こんな10連何度もしてればいつか当たってもおかしくないと思うんですよね。さあ、最悪な事故じゃないですか、これ。全部最低値なんだけど、何これ。全部最低値。一番低い値なんだけど、全部。100、100、5、100、100、10、5、10、5、5。最悪。さあ次っすね。レムリン？レムリン？スキップしたよ、レムリン。ベアトリス剣士！違う、欲しいのは。レムリン！来ない！まだ1回も40連ゼロ！いや、もうルビー入っちゃうんだけど、チケット買った意味は？引けなかったよ。行くぞ！レムリン？スキップ！レムリン？え、マジでやばくない？ 50 連ゼロ。でも多分そのうちね、10連で2体とか引くこともあると思うんですけどね。なんかこれ本当に前回のアラレちゃんと同じ嫌な予感がするんだけど。前回のアラレちゃんも200何十連して1体だったんですよね。マジできつくて。レムリン？え、待って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 、本当にやばい、本当にやばい、ほぼ最低値。え、待って、やばい、ちょっと待って、スバル、お前ダメだ、多分お前まだね、レムに嫌われてる最中だわ。どうする？じゃあラムにしとこう。姉様、姉様、迎えに来てくなまし。まあ、姉様、姉様ってラムは穴だからね、レム、レムのがいいんだけど、合ってるんだけど、まあまあまあいいでしょう。さあ、当たれよ。お姉様が、待っておりますよ、レムリン。違うだろう。こんだけレム来ないで、スバル。で、またベアトリス、ひどすぎるって。100いくよ、これもう。いや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 。俺、レム普通に揃わせるつもりだったんだけど、今回のガチャ。揃うも何もないじゃん、これ。あ、やっと1体目。あぶねえ、何度か1体来た。やっとりあえず1体だね。うん。名前変えて、20連 ?30 連で1体来たから。まあ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 。このまま行こうか。ラムの方が効いてるかもしれん。10連でアニメの1話って考えたら、もしかしたら、あ、違うわ。言ってるね。もうラムだね、やっぱ。レム、座る服セット。ナイス。ほらほら、違うよ。エミリアじゃん、これは。剣士の。どんどん行くぞ。
レムリン当てろ、もっと。ニコちゃん無理だぞ。アホ当てろ。止まれ。止まんない。一瞬でルビーが飛んでいく。まずいですね。ちょっと一呼吸置きたいな。もうさ、もう10年回したら、ちょっと一呼吸置きましょう。はい。レムリン、ナイス。もう多分止まったら全部レムのはず。お休みセット。いいね。とりあえず3体目。前半本当にひどかったけど、後半ね、ラムに名前変えてから当たり始めましたね。うん。まあ、でもやっぱりね、あの名前っていうか、そのキャラはね、レムは、まあ、エミリア様のね、よいしょ。メイドなので。これでいきましょう。アルジを助け。フランケンよく出るな。やたら、本当にやたら出るな。これ天井で次レム確定ですね。とりあえず。300連揃ってくれればそれは一番嬉しいんだけど。お、来た、ナイス、いいね。やっぱエミリア様なんじゃないの。あー、でもやっぱ1回で1体まして出ないよね、なかなか。さあ、いいね、鬼属セット。さあ、そしてもう1回、10連回す。エミリア様頼むぜ。まあ、そう、うまくもいかないか。エミリア様、これでダメだったら名前変えんぞ。おー、750、普通に美味しいね。あー、もうなかなかやっぱね。まあ、やっぱ、戻しましょう。多分ね、名前関係ない。スバルが切られただけだわ。あ、でもそろそろさ、170連回してるってことはさ、そろそろスバルもあれじゃない？あの、レムに好かれてる頃じゃないの、これ。多分、レム漢字とかわかんないから、スバルくんにしとこう。レム多分漢字とかわかんないから、あの世界は。多分、夏木スバルじゃ誰かわかんなくて、誰だお前ってなったんだろうな、きっとな。さあ、これは誰だろう。まだない。しかも、ほぼ最低値。おい、行ってこい。行ってこい。早送りしてたで。待て、ほぼ最低値。ともそれ8個以外最低値。ちょっと早送りすると一瞬だな。スローで行こう。スロー。普通で行こう、普通で。ダン。止まれ。回復剣士。止まれ。トーレント剣士。止まれ。止まらない。え、やっぱスバル嫌われてんじゃないの、これ。ねえ、スバルくん。スバルくんは自分の、ん？スバルくんは嫌われてんのかな、レムに。結構回したんだけど、話進んでないの、これ。こんだけ回しても。スバルくん本人できちゃった。やばいな、全然当たんないわ。当たんなくなってきた。止まってくれ。剣士セットマジいらんから止まってくれや。ラスト行くぞ、とりあえず。ラスト行ったらって、これルビー補充しないとルビーねえから、もう。止まらない。ひどいですね。さて、まあ、やっぱガチャ闇ということで。というわけで、ラストの補充ですね。一応天井まで回す覚悟はしていました。まあ、これ以上は無理です。実際。ここまでかな？うん。これで引けなかったら悲しい。で、ちょっともうスバルくんダメなんですよ。スバルくんちょっともうダメ男なんで、名前戻しましょう。まあ、かといって自分の名前に戻してから当たるってわけじゃないですけど、これで自分の名前をね、引けなかったらね、自分もダメ男やな、マジ。頑張ってくれや。レムリン。シャーク剣士ダブル。しかも2連続。こんな低くなったらレムに当たってほしい。ここに。頼むわ、レムリン。あと2体。2体とりあえず当たってくれれば、天井で引けるはず。おお、ドラゴンメダル20、20、20、20、20、ピカピカ光ってるけど、エミリアセットの方が、絶対にメダルの枚数多いんだけど、これ。コラボのチケットももらってる。何気なく。さあ、行くぞ。天井行っちゃうけど、てか、マジ止まんなくなったな。これ流れ悪くない？完全に。ボーナスポイント、あとさ、何もらえるの？チケットもらえるの？まだ。あ、290円で一応もらえるんだ。ただこれちょっと流れ悪いな。流れ悪すぎるから、ちょっと一回レムリンを、うわ、捨てたっけえな。ね、一回卵を入れてあげて。あ、リリン。
れが悪い。流れが悪い。ちょっと一回。アイテムの数やべえ。流れが悪い。ちょっと流れが悪すぎる。SP 討伐もある。これレム使えるらしい。あ、アバターマチケットもあんじゃん。そっか。SP 討伐クリアするだけでチケットもらえるのか。それも後でやんなきゃな。ちょ、流れが悪い。この今ね、一瞬ね、別の作業をしたことによって流れが良くなったはず。行くぞ。頼むよ。レムリン、そろそろ。そろそろ当たってくれ。今しばらく当たってない。戻れ。25個。普通に嬉しいけど。当たるね。レムが。これはもう神にすがるしかねえな。やっぱ白ドラの神といえば遊びズムなんで。遊びザムってなんだ、ビグザムみたいだな。遊びズム。これ一回で打てないんだよな。遊びズム、俺はこびてくよ。レムのためならこびるよ。プライドなんかも捨てるよ。プライドも何もないんだけどさ。はい、そういうことよ。やっぱ遊びズム神返しだな、これ完全に、本当に。一発目。これでさ、またもう一発でもぶち抜いたらやばいけどね。まあ、そうそううまくはいかないから、まあ、よくはかかないようにしとこう。一体渡っただけすごいわな。さあ、遊びズム神会社。で、チケットをもらったと。というわけで、チケットたくさんもらったんで、一回チケットも回したいな。あと何連で揃うんだろうね。全然知らないんだよな。一括受け取りの数が多すぎる。こんな一回で一瞬でさ、300連回すことなんかないからさ。初めて回したよ、こんな一回で300連なんか。びっくりした、自分でも。生玉ボーナスで結構チケットもらえてるはずだから。もうこのね、ガチャ動画が終わったら、次はあれですからね。レムを育成して使いたいですからね。さて、おお、チケット7枚もある。単発で回していきましょうか。はい。まあ、なかなか単発当たるわけじゃないんだけど、7枚のチケットをね。テンポよく。これでレム当たってくれたらな、そしたら天井で揃うんじゃないかな。無理か、まだ。今、何年か分かってないんだよな。このトレ玉は嬉しい。うわ、嬉しい。え、提供今、トモトレ確率アップしてないよね。え、よう当たるわ。25個だけど、まあまあまあ、2回で50個。全然欲しいね。フランケン、そのフランケンがレムだったら完璧だった。トモトレ。さあ、ちょっとあとね、2回単発回して300連にしちゃいましょう。ラスト、いきます。はい。まあまあ、なかなか、揃わんすね。ああ揃ってた。天井で300。ってことは、天井で7回だから、あ、5回当たってるのかね。じゃあレム全部で5回引いてるのか。300連で5回ってどうなんだ。まあ 2% だから、そこまで悪くないのか。実際。まあ普通ぐらいか。まあいいんじゃない、とりあえず。揃いましたね、レム。やった、やった。え、じゃあもう、今回ガチャ終わりですね、これで。あとは毎日100ルビーで、トレンドガール引いてない？ 1 回しか。え、300ルビー回してトレンドガール1匹しか持ってないんだけど、俺。マジ？ひどくない？ってことはだよ。ってことは、あ、でもコラボガチャチケットのアバターな、コラボのガチャチケットももらえるかもしんないけど、こっちで100ルビー、優勝ガチャは回してもいいけど、普通に300ルビー以上のガチャを回す必要は一切ないってことだね。だって、こっちのマジカル装備もまだ持ってないし、こっちだね、回すならね。まあでもとりあえず、今回ね、こんな感じで、レムがね、揃いました！おめでとうございます、俺。ありがとうございます。やっぱ遊びズム神会社なのかな？わからん。でもね、やっぱね、ラムって名前書いた時に3匹引いたから、ラムが一番いいかもしれない。まあ何にするかは本当に自由ですが。スバル君はダメっすね。あの、皆さん気をつけてください。スバルって名前にすると、あの、引けません。漢字にしようが、スバル君の字はダメでした。知らんけど。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。